ゲレイロの謙虚に大谷を称えるコメントには本当に感激です。あなたも十分 MVP の権利がある成績です。二刀流として成功するかどうかを試す実験として彼はこの地球に送り込まれた。ここまでメジャートップ隊の46本塁打を放つブルージェイズのブラディミール・ゲレイロジュニア内野手が、ゲレイロのツーショットは断られる可能性感じて自分で言い出せないとかかわいすぎる。 熾烈な本塁打を争いを続けるエンゼルス、大谷翔平投手を、素晴らしい人間、謙虚、天才だ、と大絶賛した。母国ドミニカの地元メディアが伝えている。シーズンも残りわずかとなりドミニカメディア Z101 のディレクター、エクトル・ゴメス氏が自身のツイッターでゲレーロ・ジュニアのインタビュー動画を公開。ここまで45本塁打を放ち、 投手としても9勝をマークするライバル、大谷を素晴らしい選手で、素晴らしい人間であり、とても謙虚、彼は天才だ、と称えている。大谷については移籍当初に会議的な意見も多数あったが、メジャー4年目にして初めてフルシーズンで投打の二刀流を成し遂げようとしている。ベイブルース以来、103年ぶりの2桁勝利、2桁本塁打も目前となっているが、 二刀流として成功するかどうかを試す実験として彼はこの地球に送り込まれ、実際に成功している、と目を細めていた。その後テレビ出演してたゲレーロ、自身で MVP は俺だって言ってたよあら。日本の記者に大谷のこと聞かれたら持ち上げて言うよ。マナーとしてね、だけどトップアスリートにとって、俺が一番と暗示かけるのは正常なマインドだろ。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。 このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。